股関節周りの中心に鍛えると体脂肪が効率よく落ちるだけじゃなくて、丸くて引き締まったお尻も手に入ります。始めましょう。まずはウォームアップから始めます。体を温めると筋トレの効果がアップしますので、リズミカルに行っていきましょう。腕で W を作ります。吸う息で胸を開いて肩甲骨を寄せて片足を持ち上げて、吐く息で足を中央に戻します。吸いながら胸を開いて肩甲骨もしっかりと寄せて片足を持ち上げていきます。息を吐いて元に戻っていきます。繰り返していきましょう。丸いお尻を作るエクササイズから始めていきましょう。腰幅で立って胸の前で手を組みます。息を吐いて片足を持ち上げて、吸いながらゆっくりと戻ります。吐く息で片足を持ち上げて後ろにキック、吸う息で戻っていきます。インナーマッスルの力でバランスを取りながら行っていきます。腹部の力が抜けると体がぐらつきますので、腹部の力を入れっぱなしで行ってください。引き続きお尻や裏ももを鍛えていきましょう。腰幅で立って体側に手を添えます。ほんの少しだけつま先を外に向いてます。吸いながらお尻をしっかりと伸ばしながら片足を後ろに引いて、吐く息でお尻を縮めながら戻っていきます。息を吸いながらお尻を伸ばして片足を後ろに引いて、息を吐いて戻っていきましょう。裏ももとお尻を鍛えていきましょう。肩幅で立ってつま先と膝を30度外に向けます。吸いながら両膝を曲げて、吐く息で片足でゆっくりとバックキックしていきます。吸いながら両膝を曲げて、吐く息でゆっくりと立ち上がりながら片足でバックキックしていきましょう。この動きもインナーマッスルでバランスを取りながら行っています。お尻とお尻の横も鍛えていきましょう。肩幅で立ってつま先と膝を30度外に向けます。吸いながら両膝を曲げて、吐く息で両膝を伸ばしながら後ろに交差、吸いながらまた両膝を曲げていきます。息を吸って両膝を曲げてスクワット、吐く息で両膝を伸ばしながら足をクロス、吸いながら両膝を曲げて、息を吐いてまたスクワットに戻っていきましょう。
お尻裏ももを鍛えていきましょう。腰幅で立って体側に手を添えます。吸う息でお尻を伸ばしながら股関節から上半身を前傾、吐く息で戻っていきます。吸いながらお尻をしっかりと伸ばして体を倒して、吐く息でお尻を縮めながら戻っていきましょう。お尻の筋肉や裏もの筋肉を伸ばしながらエクササイズするのがポイントです。丸い綺麗なお尻をしっかりと作っていきましょう。運動効果の高いトレーニングです。胸の前で手を組んで左足を前に、右足を少し後ろに引きます。息を吐いて右足を持ち上げて一瞬止まって、吸う息でゆっくりと下ろしていきます。つま先が少しついたらまた持ち上げていきます。息を吐いて右足を持ち上げて一瞬止まって、吸う息でゆっくりと下ろしていきましょう。インナーマッスルでバランスを取り続けています。逆足も行っていきましょう。右足を前に、左足を後ろに引きます。胸の前で手を組みます。息を吐いて左足を持ち上げて、吸う息でゆっくりと下ろしていきます。息を吐いてお尻の力を使って左足を持ち上げて、ゆっくりと下ろしていきましょう。基本的に右足に体重が乗っています。インナーマッスルの力を抜かないように気をつけてください。お尻とお尻の横も鍛えていきましょう。左足を前に、右足を後ろに引いておきます。吸う息で両膝を曲げて、吐く息でゆっくりと膝を伸ばしながら片足でバックキック、吸いながらまた後ろに交差しながら両膝を曲げていきます。息を吸って両膝を曲げて、吐く息でゆっくりと立ち上がりながら片足でバックキック、次の吸う息でまた足を交差しながら両膝を曲げていきましょう。逆足も行っていきましょう。右足を前に、左足を後ろに引きます。吸いながら両膝を曲げて、吐く息でゆっくりと立ち上がりながら片足でバックキック、次の吸う息で再び両膝を曲げていきましょう。息を吸って膝を曲げて、お尻裏ももをよく使って、吐く息でゆっくりと立ち上がりながら片足でバックキック、次の吸う息で足をクロスしながらゆっくりと体を下げます。Okay.
OK、ではしっかりとお尻の筋肉を使いましたので、最後はストレッチしていきましょう。筋肉のこわばりを取る役割があります。ゆっくりと右足の膝の上に左の足首を置きます。吸い切り背筋を伸ばして、吐く息でお尻の筋肉を伸ばしながら体を前傾します。そのまま深呼吸を繰り返して、お尻の筋肉をよく伸ばしていきましょう。難しい方は壁を持ったまま行ってください。逆足もストレッチしていきましょう。筋肉のこわばりを取っていきます。ゆっくりと左足の膝の上に右の足首を置いて、息を吸って背筋を伸ばして、吐き出しながらお尻の筋肉を伸ばしながら体を前傾していきます。そのまま深呼吸を繰り返して、筋肉をよく伸ばしていきましょう。ではゆっくりと体を起こしてみてください。お疲れ様でした。